福岡コミュニティ放送株式会社は、福岡県福岡市沢楽の一部地域を放送区域とする超短波放送をしていた一般放送事業者である。福岡県桃地浜を中心とした女性のため、地域活性のためのコミュニティ放送局として、地方防犯、防災への貢献も行っていた。ラジオ放送だけではなく、インターネット放送に加え、 携帯電話で手軽に情報がチェックできるなど、放送、PC インターネット、携帯インターネット、出版の4つのメディアが連携していた。AI ビル、福岡市では、天神 FM に次ぐ2曲目のコミュニティ放送局として開局した。学生向けの福利厚生事業を手掛ける株式会社、現南総代表取締役の淵上高等が地域に根ざした。 市民本位の放送局を目指すとして設立、f m ミミというステーションネームで放送を開始した。しかし後発だったこと、企画選考で収益を上げられなかったことなどにより、開局当初から経営的に苦しい状態が続いた。初代プロデューサーは、深町健次郎、その後、伊藤博士、加藤洋介と引き継がれた。 広告収入の低迷などから2005年には累積赤字が8000万円に拡大したこともあり、淵上は自力での放送継続を断念した。同年10月31日、淵上が所有する株式の約6割に当たる933株を放送の継続などを条件に福岡市の投資コンサルタント会社、夢大陸に1株1円で売却して経営権を譲渡した。 2006年3月2日をもって FM 耳としての放送は終了し、女性をターゲットとしたスタイルフムとして放送を開始した。経営上とじまでの累積赤字は縁紙がすべて生産したという。経営上と後からスタイルフムへのステーションネームの変更までの間に、それまで FM 耳で放送されていた番組のほとんどが打ち切られ、担当パーソナリティもほとんどが契約を打ち切られた。 中には、次週の予告をしていたにもかかわらず、最終回すら放送できぬまま予告もなく突然、打ち切られた番組も存在する。一方で、親会社となった夢大陸の社長、原千春が、六本木の巫女と称して自ら出演する番組も、立ち上げ、放送局のカラーは一変した。2010年4月、夢大陸が、金融庁の許可を受けずに、海外の金融商品を扱ったとして、 金融商品取引法違反容疑により、同社関係先が家宅捜索を受け、福岡コミュニティ放送もその対象となった。捜査の中で、スタイルフムが金融情報を紹介する番組を行っていたことが分かり、このことについて放送法に定触する疑いがあるとして、総務省九州総合通信局が重大な関心を寄せる事態となった。 この金融商品取引法違反事件が報道各社によって報じられた2010年6月末からは一部を除き生放送番組の大半が事実上打ち切るとなり閉局に至るまで音楽フェラー番組であるビーチブレイクが終日放送される事態に至ったコミュニティ放送局の放送免許の有効期間は5年で 再免許申請の期限は2010年7月31日となっていたが、同日までに再免許の申請を行わず、現有免許の有効期限である同年10月31日で放送終了が決まった。しかし、番組や公式サイトでは10月31日に至るまで閉局に関する告知は行われず、放送最終日のスタイルフム日曜討論が翌週から番組名を スタジオ、日本日曜討論に変更した上で、同時刻のユーストリーム配信へ移行する旨が告知されたのみであった。10月31日15時35分頃、フィラー番組、ビーチブレイク放送中に、閉局のアナウンスもないまま突如として放送が中断して停破し、そのまま11月1日午前0時に、免許執行という異例の幕引きとなった。10月31日には、 夢大陸の11月1日にはスタイルフムのウェブサイトが閉鎖。閉局の告知は最後まで掲載されずに終わった。法人としての福岡コミュニティ放送の動向などは以後も一切の発表がない。なお、閉局後の2011年1月15日、原千春社長らが詐欺容疑で福岡県警に逮捕されている。無許可で金融取引数十億円に集める 福岡の情報サービス業者創作 MSN 産経ニュース2010年6月26日スタジオ日本日曜討論六本木の巫女詐欺容疑67億集勤務大陸社長ら4人逮捕 MSN 産経ニュース2011年1月15日ありがとうございます